エドムント・ノイペルト、エドムント・ノイペルトは、ノルウェーのピアニスト、作曲家である。エドバルド・グリーグのピアノ競争曲委担長の初演者として名を残している。ノイペルトは、15歳で、ベルリンへ音楽の勉強のために留学し、22歳で、ピアニストとして、デビューを果たしてたい評価を受けた。後に同じくベルリンにあるスターン・シース。 音楽学校で1866年から1868年の間、教鞭を取った。その後コペンハーゲンに転居し、その地の音楽学校に2年間勤めた。1881年に彼はモスクワに引っ越し、1882年にはクリスチャニアに移って、ピアノ学校で子供たちを教えた。1883年からはニューヨークに滞在し、 屈指の名ピアニストとして注目を集め、しばしばフランツリストと比較されるほどであった。ノイペルトは排水腫と心臓病を起こし、1888年6月22日にニューヨークで死去した。ノイペルトの名は現在においては1869年4月3日にコッペンハーゲンで初演されたクリーグのピアノ競争曲の初演者として最も知られている。なお アガーテ・バッケルグロンダールのピアノ曲6つの演奏会用エチュードオーパス11の第4から6番はノイペルトに検定されている AB グリーグピアノ競争曲委員調、ピアノカンサートオーパス16ピティナピアノ曲辞典、2011年8月7日閲覧 AB 伝説のピアニストたち2011年8月7日閲覧デスオブ。 英のテッドピアニスト、ビューアーティクルザ、ニューヨークタイムズ1888年6月24日2011年8月7日、閲覧。指揮は、バレエ、ナポリなどの作曲でも知られるホルガー・シモン・パウリ。共演は、デンマーク王立管弦楽団だった。ありがとうございます。